お出かけの予定はお早めに。2021年6月の開運スポット、はい、はい、ね、毎月毎月ね、ここに出かけると、うん、そのまあ行って楽しいかどうかはその通常問題だけども、プラスアルファで開運できるスポットっていうのがあるよということで、はい、それをまあお知らせしているわけです、うん、ただまあここ数ヶ月ね、はい、あんまり意味をなさないよなっていうのを思ってるわけなんですけども、なかなかお出かけができなかったですからね。え、もう結局緊急事態も5月いっぱいになってしまって、そうですね、でまあ一応6月には解禁になっているのかなというその期待を込めて、はい、込めて、6月の開運スポットでございますね、はい、来月ですのでね、お間違いのないように。で、6月、まあこれ占ってまあね決めてるわけなんですけれども、はい、出てきた答えがですね、瀬戸際で踏ん張ってるところっていうキーワードになりまして、ほう、例えばもう閉店直前のお店、はあ、はあ、なるほど、あるいはそのお店店舗だけじゃなくても、いわゆるいろんな施設がですね、はい、もうそろそろその時代からこう取り残されてしまったなとか、うん、あるいは本来の役割をもうこれで終えたなというような形で、うん、もうすぐ閉まりそうだなとこう予想されるようなところというのが、6月の開運スポットということになりました。まあちょっとご時世的にほらこう閉めてる方多いから、そうですね、なんかその時流に乗った占いみたいで嫌なんだけど、そういう件が出たんだから仕方ないでしょ誰も何も言うてないですよ今、まあ個人的な愚痴です出ちゃったんだからしょうがないでしょ、はい、ということでして、はい、まあありますよね、多いですね、うん、うん、いついつ閉めるらしいっていうのはやっぱり聞きますから。そうですよね、はい、まあ、あとこうね張り紙がこうすでにあったりとかね、寂しいですけど、寂しいものがありますよね、はい、もうまあこれが10年20年というスパンでね、うん、例えばその、僕なんかもう学生の頃に行ってた店なんて逆にあった方が驚くよみたいな状態になってるので、うん、だからそのくらいあればまだ諦めもつくんだけれども、はい、まあ、ちょっと諸事情でね、もうそろそろもう閉店なんとかセールみたいなのやってたらば、うん、一応そこが開運スポットに6月はなっておりますよということですのでね、はい、どっかそういう、 こう思い出のお店とかってありますか？思い出、まあやっぱり僕は学生時代によく行ってた定食屋がありますよね。必ず学生の頃そういうのありますよね。そうですよね。特にその一人暮らしの学生は絶対1個ありますよね。はははい、ありますあります。家で食うよりここにいた方が長かったみたいな。ありますあります。そこがこの間たまたま近く通った時に、もう5月いっぱいでみたいな。あら、それは寂しいね、やっぱりね。寂しいですね。その店主とかの顔も重い。そうだよね、もう、はい、で大体こう学生さん相手だからこうサービスしてくれて大盛りとかあるでしょ。そうそうなんですよ。ありますよ、はい、でなんか見たら7月リニューアルオープンって書いてあったらよかったと思ったんですけど、なんだ、じゃあ全然寂しくもなんともないじゃないか。むしろご栄転だよかったよかった。なんでリニューアルすんだよと思ってその寂しさはあったんですけど、まあまあまあ、まあまあ、そっかそっか。あとはでも今はデパートとかも結構、そうですよね、もうあの大型の店舗だからといって、はい、なんか油断できないなというかですね。いや本当にそうですね。逆にこうなんていうかな、まあ、言葉は悪いけど図体がでかいほどちょっと小回り効かなくなっちゃってるので、うん、はいはい、ダメージは大きいかもしれないですよね。そうですね、うん、でまあ、もしお世話になったとこがあれば、あ、まあ、そうです、開運にもなるので、なるし、はい、その思い出のためにもね、うん、ちょっとお世話になりましたので、もう一遍顔を出すというのもいいと思いますし、はい、というのが6月の開運スポットでございます、はい、ぜひ皆さん足をお運びください、はい、先生今日もありがとうございました。ありがとうございました。また明日ご覧ください。また明日、はい、以上です。